ビルヘルムとヤーコプのグリム兄弟肖像が、ビルヘルム・カール・グリムは、ドイツの言語学者、文学者、並びに、童話、伝承の収集者。彼の生涯と業績は、兄のヤーコプ・グリムと密接に関係し、しばしば二人合わせて、グリム兄弟として語られることが多い。ハーナウに生まれ、役人だった父親が1791年に、赴任した、シュタイナウで、 子供時代を過ごした。兄やーコップと同様カッセルのリチェウムに学び、その後マールブルク大学に進学。そこでフリードリヒカール・フォンサビニーの下で法学を学んだ。大学卒業後はカッセルに戻り、母親の下で暮らした。持病の頭画と心臓病で長時間にわたり、決まった仕事を続けるのが困難であったためである。年以来、兄のヤコとに、 昔話の聞き取り調査を始めた。これが後にまとめられ、彼らの編集で世に出ることになるものである。1809年、著名な石ヨハン・クリスティアン・ライルと共に晴れに、雇用旅行に出かける。この折、作曲家のヨハン・フリードリヒ・ライヒャルとの違いを得る。その後、クレメンス・ブレンターノとベルリンに赴き、そこでしばらく、ブレンターノ、 アヒム・フォン・アルニムと一つ屋根の下で共に生活する。カッセルに戻ってきたところで、ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテに初めて出会い、久しく忘れられていた、ビルヘルムの過去の文化の収集活動を称賛される。1814年から1829年にかけ、カッセルの図書館に秘書として勤め、1825年には、ヘンリエッタ・ドロテア・ビルトと結婚した。1831年、 ゲッティンゲン大学図書館の司書に採用され、1835年、同大学で、院外教授となる。1837年のゲッティンゲン7教授事件で、抗議文書に共に署名したことを受けて、彼は兄ともども、その職を追われることになる。1841年、プロイセン国王ビルヘルム4世が二人をベルリンに、招き、そのまま二人はそこで暮らすことになる。同年、 二人はプロイセン学士院の会員に推挙される。ビルヘルムは、その島で18年間、フンボルト大学で教鞭を取り、そこで兄と共に、彼らのドイツ語辞典の編纂の仕事に携わった。兄と共にやる仕事の傍ら、ビルヘルムは、中世の家ドイツの英雄譚やルーン文字の研究に没頭した。兄と共同の仕事では、ゲルマン語の古典文見学、 ゲルマン語学やドイツ語文見学などの基礎を築いた。彼らの名を一躍有名にしたのは、グリム兄弟の子供と家庭の童話キンダー、ウンとハウスメルヒエンである。この編集作業には、ビルヘルムの関わった部分が大きい。また、ドイツ語辞典の作業を通して、友人であるアルニムの著作の編纂も行うことになった。ビルヘルムは、さらに古代デンマークの英雄譚。 英雄女事誌、物語誌、さらに昔話も出版している。ビルヘルムは1859年に死去し、ベルリンシェーネベルクの旧姓マティウス墓地に埋葬された。73歳墓地。死の翌年にあたる1860年、ベルリンの学士院は次のような弔辞を公表した。先月の16日、本学士院会員で、ドイツの言語研究者で、ドイツの伝承。 文学の収集者として輝かしい名声を博したビルヘルム・グリムが亡くなった。ドイツ民族は彼をその兄ヤーコプと共に思い浮かべ、口にするのが常である。一部の人々は尊敬と敬愛を持ってグリム兄弟として合わせ呼ぶものもあるだろう。彼らはほぼ半世紀もの間共に手を携え、精霊してきた。ドロテアとの間には二人の息子と一人の娘が生まれたが、 息子のヘルマングリムも文学研究者となり、フンボルト大学で教弁を取った。ありがとうございます。